心配ご無用。姉さんはね、のんべになったわけじゃないんだから。ただもうくたくたなのよ。汗とほこりにまみれてくたくた。ね、さあここへ座って、このうちのこと説明してちょうだいよ。一体なんだってこんなところに。ちょっと姉さん。私、お世辞は言いませんよ。正直に明け透けに言いますよ。とってもとっても想像できなかったわ。あんたがこんな暮らしをしてるなんて。ね、どうして言ってくれなかったの？どうして知らせてくれなかったのよ。知らせるって何を？何ってこんな惨めな暮らしをしてるってこと。大げさね。そんなに惨めじゃないわ。ニューオーリアンズって他の都会と違うのよ。そんなこと関係ないわよ。例えて言えば。ごめんなさいね。この話これでおしまい。そして。してた。何？私、あんたの嫌がるようなことまで何も言ってないでしょ。だからこれから私の言うこと、言わなくちゃならないこと、あんたもそのつもりで理解して聞いてちょうだい。何のこと姉さん？いや、というのはね、あんた必ず私を責めるわ。責めるに決まってるの。でもね、その前に思い出してちょうだい。あんたはうちを出て行った人、私は残って戦った。あんたはニューオリアンズやってきて自分だけの生活、私はベビームに踏みとどまって何とか持ちこたえていこうと頑張ったね。うんうん、別にあんたを非難してるんじゃないの。でも重荷と重荷は全部私の肩にかかってきた。だって私は自分の暮らしだけで精一杯だったもの。分かってます。でもベビームをしてたのはあんたの方よ、私じゃないわ。私は踏みとどまって戦ったわ、血を流したわ、それこそ命がけで。そんなヒステリックな言い方はよして、早く言ってちょうだいよ。何があったのか。戦ったの、血を流したのって一体どんなこと？そんなことだろうと思ってたわ。そんな態度に出るだろう。だから何がさ、どうなったのよ。ねえ、言って。なくしたの、なくしたのよ。なくしたってベルリーブを？まさか。そうなのよ、捨てた。でもどうしてまた、ね、何があったって言うの？それ私に聞くの？なんて言った？姉さん、知らずやすく私を責めようと思って真っ向から全身打撃浴びせられたの私よ。私じゃない。次から次へとみんな死んでいって、お墓への絶え間ない行列、パパもママもみんな。マーガレットときたら、あのひどい死に様、すっかりお腹が大きくなって、お棺の中にも入らず、ゴミくずみたいに焼かなきゃならないと始末。ねえ、ステラ、あんたはいつもお葬式間際に帰ってきたけど、そりゃお葬式はきれいよ。死というものに比べたら、お葬式は静かだけど、死というものは決して静かとは限らない。時には荒々しい息をしたり、時には喉をぜいぜい鳴らして苦しい声で叫ぶこともある。死にたくないって、年寄りだって言うわよ、死にたくないよって。でも葬式は静かよ。美しい花に飾られて、それにはあの棺の華やかな音、臨終の枕元にいるんでなければ助けておくれ、泣き叫ぶ声を組んでなければとても考えられしないでしょ。あそこに息を切らし血を流して生き死にの格闘があったなんて夢にも考えなかったでしょ、あんたは。でも私は見たのよ、この目で見たのよ、はっきり。ブラッチ、それを今なってシャシャと私を睨んでる。ベビーも泣くたらこの私だとばかり。一体病気やお葬式の費用はどうやって支払われたと思ってるの？人間が死ぬってことはお金のかかるもんですよ、お嬢さん。それにはあのいとこのジェシーと来たらマーガレットの姿を立て続け、まるで死神がベビューブの入り口にそう貼ったよ。で、ステラ、ベビューブは死神に乗っ取られたんだわ。こんな風にしてあの屋敷は私の指の間からポロポロこぼれ落ちてしまった。死んだ連中のうち一人でも財産を残していった人があって、一セントの保険金さえ残していった人があって、ただ一人ジェシーだけが100ドル残して、それのお金が返ったわ。それだけよ、ステラ。私ときたら学校教授も安げってだけ。さあ、責めるなら責めてちょうだい。そうやって私を睨むといい。ベビーもなくしたら今度私だと。果たして私のせいかしら。その間あんたどこにいたの？一緒に寝てたんじゃないの、あんたのブラックと。ブラッチ、もう今黙って、どこ行くの？顔洗ってくるわ。ねえ、ステラ、ステラ、あ、泣いてるのね。おかしい。いや、私別にそんなつもりで。